韓国との竹島問題は今や終わりの見えない泥沼化しているよね。日本側からすれば、歴史を見れば竹島が日本の領土であることは間違いないんだよね。ああ、だけど向こうの言い分も全く同じものだからな。あいつらの歴史を見れば僕とは韓国の領土で間違いないって言ってるぜ。韓国の歴史なんて海岸のオンパレードなんだから信用がないことは一目瞭然なのにね。何にせよ、日本側は一歩も退かないで領有権の主張を続けてほしいね。さて今回は、そんな竹島問題について、日本の領有権を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書が浮上したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、日本の領土問題として広く認識されているものには、ロシアとの北方四島、韓国との竹島韓国名独と、中国台湾との尖閣諸島の三つ頭として存在しているよね。特に尖閣諸島などに向けた中国の圧力が大きく最大の係争地域として注目を浴びており、中国海警局の艦船らと小競り合いが続く中、それでも中国の実効支配を日本はなんとか防いでいる状況なんだ。尖閣諸島に関して言うと、中国だけでなく台湾までも自国領だとする主張し始めたが、そんな台湾を自国の核心的利益と呼び、いずれ必ず統一すると宣言しているのが中国となっているよ。中国による台湾統一が目指す先には、尖閣諸島への中国の領土に組み込まれるシナリオが明白であり、自国防衛のためにも日本は中国の台湾統一を阻止しなければならないな。そして同時並行的に中国側の尖閣諸島への物理的な上陸をさせない方策が必須であるが、何にせよ実効支配されてしまえば、ロシアとの北方四島、韓国との竹島のように話し合いで返還を図ることは事実上できなくなるだろうね。戦後の日本は日本国憲法によって紛争解決に武力を行使することを禁止しており、実際にロシアとの北方四島、韓国との竹島島に対して武力で奪還するような行いは絶対にしないんだ。まあ残念ながら、できないっていうのが正しいよね。尖閣諸島も中国がその気になれば、すぐにでも実効支配する可能性が大であり、何としてもその状況を回避できるように海上保安庁の艦船等による物理的なガードを強化するしか手段がないんだよね。2021年10月。台湾海峡有事をめぐってアメリカのバイデン大統領も台湾の防衛に軍事力を行使することを明言はしているものの、米国内のメディアからは台湾自身が当初これに立ち向かう必要があるとの異論も唱えられているよ。つまり中国の台湾への武力侵攻が発生した場合、台湾が自ら立ち向かう姿勢を示さない限り、あえてアメリカが中国と戦をするようなことは得策ではないと判断している見方で、そうなると日本の尖閣諸島に関しての不安がよぎるな。のような状況下で、韓国との竹島の領有権問題に対して、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が、東京都千代田区霞が関の領土主権展示館で新たに提示されたよ。この公文書には2021年9月28日より、太平洋戦争に敗戦した日本がアメリカを中心とする、西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約の70年目を迎えたことで新たに公開したものだね。歴史を少し遡って、1945年8月に太平洋戦争の敗戦を迎えた日本は、その後アメリカを中心とする連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥等の統治下で、1952年4月まで米国思想を植え付けられたことは、みんなも知っているよね。その中で1945年9月にマッカーサーラインなるものを暫定的に設定し、そのライン内で日本の漁船の操業を認めたが、そこに竹島が日本側の枠外になっていたことは事実なんだけど、これは GHQ 側の便宜的なものであり、1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は最終島、行軍島、島内領島を含む朝鮮と明記されていたんだ。これが調印される2ヶ月前の1951年7月、韓国政府はこれに竹島を追記してほしいと要請を行っているけど、翌8月にアメリカ側が竹島は日本の領土とすでに承認しているという理由で、それを拒否しているよ。当時、韓国の初代大統領であったイ・スンマンが不服の意を唱えて、マッカーサーラインを踏襲した1952年1月にイ・スンマンラインと呼ばれる竹島を、韓国の領土とする一方的な境界線を引いたんだ。サンフランシスコ平和条約の記述に背いたイ・スンマンラインの宣言に対して、翌2月には日本はもちろんアメリカも抗議を行ったが、韓国は現代に至るまで竹島の実効支配を続けているってわけだね。韓国は、
これまで竹島の記録についてアメリカのみが日本領有の認可状態なだけで、決してサンフランシスコ平和条約を締結した連合国全体の総意ではないとの主張をしてきたぜ。もしそうだとしても、竹島を韓国の領土と認可している国が韓国以外にいるのかなって話だよね。それが今回領土主権展示館にて展示された1951年1月付の英国公文書では、竹島を日本の領土とするアメリカ案にイギリスが同調したことを連合国の一国であるオランダに示したことが記されていることがわかったんだ。また1951年7月、オーストラリアの外務省が当時韓国の釜山に駐在していた同国の外交官に送った電報も展示されており、そこには従来の韓国側の主張を覆す内容が書いてあったよ。その具体的内容は、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき最終島魚群島うつ領島に、竹島を加えるよう要請しているものだったんだ。その破棄対象に竹島を加えることを認めさせる目的で、韓国側は地理上の位置を偽って要請しており、オーストラリア政府としては、これを容認することはできないとの見解を示しているね。領土主権展示館による日本の主張を強化するイギリスやオーストラリアの公文書の存在に対して、韓国側は、これまで同様に黙殺するだけであるけど、日本側の主張が根拠のあるものだと世界に示すためにも、たとえ韓国側が無視すると分かっていても日本側としては、こうした抵抗の姿勢を示し続けることに大きな意義があると言えるよね。韓国が2007年に収益させた強襲揚陸艦の名前に、わざわざ竹島の韓国名録庫と命名し、国内世論の反日政策への誘導をロイロイと進行させており、以降の軍の装備も日本への対地攻撃を意図している潜水艦トサンアンチャンホを配備しているからな。さらにトサンアンチャンホの最終型で原子力潜水艦化を施行し、国産初の3万トン超級の軽空母計画をスタートさせたけど、日本は自国の領土でも一度実行支配されたら手も足も出ないと感じざるを得ず、今回話した前例をもとに尖閣諸島が同じ状況に陥らないような政治決断をしてほしいと強く願うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも動画を楽しみにしてくれて感謝です。これからもよろしくね。よろしくだね。よろしくね。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 よろしくね。